じゃあこんにちは。豊さん、はい、まあ、YouTube の生配信今ライブ結構毎週やってるじゃないですか、まあ、練習試合なお見ながら、うん、その時にその見てくださってる方のコメントで結構数多く来るのが巨人の捕手争い一番みんな心配してんな、はい、小林捕手、まあ、大丈夫ですか、それとも大城捕手がこの先巨人の正捕手になるんですか、この質問が一番多いんですよ実は。まあそうだな、やっぱ去年の使われ方見ると、はい、やっぱ大城が主戦で行くのかなっていうふうに思うよね。だ言ってみれば一昨年までは巨人のやっぱり正捕手っていうと、うん、小林選手っていうのが大きかったと思うんですけれども、ね、去年その、まあ、怪我で離脱して、うん、そこに大城選手が入ってきた、まあ、戻ってきても、はい、やっぱ大城を使い続けたよね、うん、はい、まず一つ目、そのそうなってる一つ目っていうのはどこにあるんですか。やっぱバッティングの違いだよな。あ、やっぱ打てる捕手が欲しいよね、はい、例えば小林だと8番9番でしょ、はい、まあ、大体8番打つでしょ、うん、8番9番、まあ、9番ピッチャー、うん、まあ、そうなってくると相手が休めるもんね、そこ。そうですね、な、そうですねって言っちゃっていいから。いや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 でも大城選手と比較するとそうなっちゃう、ね、まあまあそうなるよな、はい、だからそれを考えるとやっぱ大城を使いたいよね、はい、ある程度の形になってるキャッチャーであれば、うん、はい、で大城も阻止率っていうのはそんな悪くはないしね、うん、でキャッチャーとしての勉強も昨年1年でやってきてるし、はい、ただ昨日の練習試合を見てみると、うん、菅野と小林が組ませてるんだよね、2月27日ですよね。ああ、そうそうそう、はい、だからそこ大城じゃないのって思うんだけど、それはコーチや監督の意図ってそこには何かあるんですか。まあ昨年大城と組んでさ、うん、まあ、最多勝も取ったしさ、まあ、そこら辺 の, そのあれはないと思うんだけど、うん、ただ大城が打たないんであればやっぱこうキャッチャーとして の, その守りの部分では小林の方がいいからね、はい、大城は打たなきゃいけないということだよね。そうですね。で翌日2月28日は戸郷投手が、最初投げたんですけれども、うん、もちろん大城選手が、うん、まあ、捕手として、これ開幕カードなんだよね、はい、DeNA と、はい、だから大城にマスクをかぶらせたっていう、まあ、意図もこう考えられるんだよ。だから、まあ、何を考えてるかっていうのは分からないけど、はい、まあ、大城で主戦としていくことは俺は間違いないと思う。ただね、やっぱ小林の中ではね、肩身が狭いよ、うん、でなぜ肩身が狭いかというとさ、昨年の使われ方で大城が賞を取る、ベストナインだとか取る、うん、まあ、そうなってくるとやっぱこう自分の居場所がなくなってる状態だよね、はい、それをずうずうしく、うん、いや俺は正捕手だっていけるようなタイプじゃないもん、性格的にも優しそうな感じ字はありそうですね。そうだね、だから言われるままにそうやるとかさ、うん、まあ、遅刻とかもしたでしょ、はい、小林が、はい、だそういうことを考えるとさ、やっぱ大城が正捕手になっていくっていうのは、うん、まあ、もうしょうがないんだよねこれ。じゃあ例えば各なんか分野で例えば点数をお互いにつけるとすると、例えばじゃあリード面、うん、だとすると5点満点中、うん、大城選手と小林選手、大城が3で小林が4だろうね、はい、でも1つしか差はないんですね。そこ、いや、その5点満点の1つっていうのはでかいじゃない。あ、そこは大きいという考えでですよね。いや、大きい大きい、はい、でその差っていうのは何かっていうと、はい、やっぱ経験の差だよね、うん、やっぱ小林の方がやっぱ経験をより多くの経験をしてるし、はい、やっぱ大城っていうのはまだまだキャッチャーとしての経験は少ないということだよね。それやっぱりその日本シリーズの時の配球だったりとかから言ってもそういうことになるんですか。まあ、もちろん、ただその配球っていうのは、はい、その大城だけの責任ではなくて、はい、やっぱミーティングの責任もあるよね、はい、スカウティングしてきた、はい、そのデータがあるし、はい、その差だと思うけどね。あ、うん、だから大城だけのせいじゃないし、ただそこで、ね、感性としてそのデータと違ったことができなきゃいけないし、はい、じゃあ小林ができるか大城ができるかっていうと、なかなかそこまでできない、はい、それなんでかというと実績がそうさせてる、うん、全幅の信頼度を勝ち得てないという、うん、じゃあその4の小林選手って今12チーム見た中の捕手の中では結構すごい上位の方なんですか。3番手かな。
3番手、まあ、相沢梅野、はい、梅野相沢っていうのがいて、うん、その3番目ぐらいだと思うよ、セリーグのキャッチャーの部分ではね。ただ、はい、小林は勝たせてるからね、あピッチャーチームを優勝させてるから、はい、でまあ、相沢も優勝させてる、はい、梅野は優勝させてない、うん、そういうことから考えると、まあ、キャッチャーだけのせいじゃないけども、はい、相沢は小林になるよね、で梅野っていう順になる、うん、ただ成績とか考えると、まあ、梅野相沢は小林っていうとかなるし、それ難しいよなかなか。そうで、まあ、まあそうか、他球団も加えちゃうと、加えるとね、じゃあその阻止率、三世と走るのの盗塁阻止率で言うと、うん、小林選手、大城選手、まあこれは数字が表すように、うん、まあそんなには変わりはないよね。ここはじゃあ引き分けということですか。まあ、大城も成長したからね、はい、取ってからの速さとか、うん、そういうことを考えると成長してるから、はい、だからそんなに遜色はないっていうふうに、小林は肩が強い肩が強いっていうふうに言われてるけど、投げ方が俺に言わせたら悪い、うん、うん、なんかコントロールが乱れるような投げ方をして、まだ投げ方としたら大城の方が投げ方がいい。あ、そうなんですね。そう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 、へー、あ、じゃあここは一応ドローというか、まあ、ドローでいいんじゃない。おお、ドローですね、うん、次バッティングですけど、バッティングは、はい、だから2人の比較でしょ、はい、5と2だ、結構ここすごい差ですね。いや、大城はやっぱり調子のいい時はクリーンアップ打てるぐらいのバッティングするからさ。だからその阿部慎之助まではいかないけど、までいかないまでも、うん、それと比べたら5と2だよ。まあまあそうなっちゃう、そうそうそう、でも小林と比べたら5と2で上に来るからさ、うん、はい、もうバッティングはもう抜けてますね、小林選手よりかは。じゃあこれはもう大城選手となってきて、うん、だから考え方とすればさ、うん、大城が先発、はい、ね、抑え捕手に小林でもいいって、うん、思うぐらいに考えとかないとさ、はい、それは大城のバッティングはやっぱこう捨てがたいよ、うん、ただ、うん、スモークだとか、うん、ああいう外国人が出てきて、はい、で梶谷も調子がいい、うん、まあ、坂本は安定してる、うん、丸も安定してる、うん、岡本は2冠タイトル取ってる、うん、でスモーク、まあ、もう一人の外国人、はい、っていうことになってくるとさ、はい、じゃあ次は何が大事なのかっていうとさ、守りが大事じゃない、はい、そうなってくると小林っていう可能性もあるよね。あ、だからそのチームの状況によってくるってことですか。もうよるよね。ただやっぱり普通に考えたら大城が、はい、まあ、先発マスクで行くだろうなっていうふうには思うよね。なるほど。だから第一捕手、巨人第一捕手だよね、まあ、レギュラーだよ。まあそうですよね、うん、で第二捕手っていうのが小林捕手っていう選手っていう形に今シーズンなっていきそう、うん、まあなっていきそうだよね。それとやっぱトレードのことをさ、盛んに心配されてる方いるけども、はい、キャッチャーってさ、うん、なかなか出せないんだよ、はい、なんでかっていうとサインを全部知ってるわけよ。攻撃のサイン、はい、もうもちろん打席に立つから知ってるよね、うん、守りのサイン、うん、ピッチャーとのサイン、はい、これも全部知ってるわけ、はい、それをそのデータをそっくりそのまま他球団にあげるかっていうとさ、トレードするかっていうと、はい、同じセリーグでは絶対しないよね。やってもパリーグってことですよね。でも俺はやるんだったら3月までにやるよ。シーズン途中ではなくて、シーズン途中は俺はないと思う。おお、キャッチャーを出すんだったら開幕までに出すよ、はい、そうなんですね。いや危ない。オープン戦で使うサインと、はい、やっぱ本チャンで使うサインっていうのは変える時あるから、はい、チームによっては、うん、だからサインを変えられるんだったら開幕前だよね。うん、までに。じゃあ開幕までに、小林選手が特に動きがなければ今シーズンもずっとそのまま巨人にいるだろうってことですよね。いや、いると思うよ俺は。いなきゃいけないよ。そうですよね、うん、俺はまだまだ大城が一本立ちしてるというふうには思ってないし、うん、やっぱ小林の力っていうのも必要だと思ってるから、はい、やっぱ出すっていうことはないと、はい、うん、あとは、まあ、原監督の性格が豊かさすごくご存知だと思うんですが、うん、原監督的には大城選手、小林選手なんかそれぞれあるんですか。そう、なんかこう、あ、まあいいところあるよね2人とも、うん、ただ小林に要求したいことはやっぱ若手のピッチャーもいるじゃない、はい、それをもっとこうグッと引っ張ってほしいっていう欲があるんじゃないの、まあ、例えば窮地に立った時にマウンドに行って決断バーンと叩いて、うん、
絶対来いよとか、うん、そういうこう なんていうのこうピッチャーを引っ張り出してくるというかさ、うん、やる気にさせてくるっていうかさ、はい、小林はなんかこう受けてて、うん、まあしょうがないんじゃないかなみたいな、それじゃダメなわけ。そうですよね。だから大城もそういうタイプじゃないんだよ、うん、来いお前って、うん、そこまで強く言えるだけのまだ自分に実績がないから、はい、だけどやっぱ違ったタイプのキャッチャーって欲しいじゃない。そうですね、うん、だから小林なんて実績は持ってるわけだから、うん、来いよってここに来いってもうそういうことをこう要求してるんだと思う。もうどうしてもやっぱ安倍晋之助さんが出てきちゃいます。安倍なんか頭が働いてたからな。そのぐらいやっぱ引っ張ってそうそう、そのぐらいやっぱり小林には引っ張ってほしいし、はい、大城には今一生懸命自分のことやって、うん、ね、一生懸命リードのことも覚えて、うん、ね、ゆくゆくはそういうキャッチャーになってほしいっていうような願いはあると思う。そうですね、うん、だからもう小林選手も大城選手も巨人にとっては必要な、いや必要な選手だ。もう切磋琢磨しながらをやっていってほしいっていうことですよね、うん、だからあの大城のためにも小林は頑張らなきゃいけないし、はい、うんうん、なぜかというとやっぱこう大きな壁みたいになってくれないといいキャッチャーってなっていかないじゃない、はい、やっぱここを超えていかないとさ、うん、大城もそうです ね、キャッチャーとしてのバッティングはもうか、うん、あるかかないとか超えてるけど、はい、ね、キャッチャーとして超えていかないバッターはあるかかなとは超えてるね、まあ、かかそこはもういいと思う。もう富士山と平野ぐらいこうそんなにだまた、またがっちゃったのそんだけ差はあるけれど あるけどもでもそこまでそんなにあるけれどもやっぱりね、小林選手がいるっていう意味っていうのはやっぱりキャッチャーってやっぱ勝たせなきゃいけないし、うん、やっぱ自分も打って勝つっていう喜びも知らなきゃいけないし、うん、やっぱピッチャーも育てなきゃいけないし、うん、勝てるピッチャーは絶対勝たさなきゃいけないっていう、うん、やっぱそういう責任を持ってやってほしいよね、うん、そうですね、うん、最後に一つ、はい、豊さんに聞きたいんですが、豊さんが監督だったら大城選手小林選手どちらかを出さなきゃいけないとなったらどちらを出しますか、うん、試合に違います、放出するトレードで。いや両方出さないって言ってるじゃん。両方出さないよ。そんな出さない。出すんだったら俺が監督辞めるよ。出すんだったら俺が出されると。俺が監督を辞めるって。やっぱキャッチャーってそのぐらい大切なんだって。なるほど。うん、じゃあ小林選手と大城選手を置いて俺が出ていくと。俺が辞めるということ。監督をね。うん、いや両方出さ、どっちか出さなきゃいけないんだったら、いやもうそんな考え方をしてる球団には私入れないって。だからすごく最後豊さんの男気を感じた。いやいや、そのぐらいやっぱ必要だし、はい、そのぐらいやっぱ競争してると思うんだよ。なんかお前奇抜だなお前。結局どっちなんだろうなと思ったんですけど。あ、だから先発は大城。はい。で行く。はい。ね、で困った時に小林を使う。困った時っていうのは大城が、パニックになる、うん、やっぱもう分からなくなって指が動かなくなるって言うんだよ。あ、そんなになっちゃうことあるんですか。迷って、はい、そういう時は小林を使うって、うん、なるほど。もうどっちも必要な選手だっていうことは分かりました。でもレギュラーとして使うんだったら大城だっていう。なるほど、はい、はい、いい、それで OK です。